And a quick reminder today to please take all lit out bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation.
この時間は浦和レッズ対アルゼンチン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。シュート、決まった、先制。アルゼンチン相手に先制点をもぎ取ります。リターンを受けての素晴らしいゴール。そうですね、お互いのゴールまでのイメージが共有できてましたよね。素晴らしいコンビネーションでのワンツー突破でしたね。さあ浦和、この時間に先制に成功です。シュート。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあ来たか、抜けてくる、絶好の位置。果敢な飛び出しでしたね。いや、いいですね。まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。柴戸狙う、セカンドボール拾いたい、自分で行く。浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。平野、これは届くか。いいでしょう。ああ、いい展開ですね。伊藤から中、これは相手選手にリフレクション、コーナーになります。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。浦和レッズ隣からムバッペ、坂井、流れを止めます。犬飼、スペースを使う。犬飼から岩尾、ここはつながりません。スペースへ、危ないシーンでしたがクリアの対応。パスでつないで攻め込んでいきます。上げる、いやー、追加点。これで差は2ゴールになりました。頭で正確に流し込んできました。いや、いいヘディングです。どうだ、シュート、決めた、アルゼンチン。これで1点差まで詰め寄りました。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。さあアルゼンチン、あと1点というところ。いや、素晴らしいですよね。流れは来ているので、このまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、アンヌシーリからメッシー、小泉、素早いパスで攻め上がっていきます。ミューラー、アルデルバイレルト、ここは読んでいました。攻守の切り替えも早いですよ。スルーパスを狙う、これは合いません。犬飼、さあ仕掛けるか、さあ繋がるか、柴戸、裏へのスルーシュート、ゲット、大きな追加点。相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう。いや、パスからのシュートの流れが素晴らしかったですよね。やっぱりゴール前はこういう一瞬の判断が勝負を分けますし、ゴールに向かう姿勢が決定的なプレーにつながってきますよね。ディフェンダーとしてはちょっ
と対応の難しいゴールでしたね。さあ浦和リードを2点に広げてリスタート。浦和としてはこの1点でだいぶ余裕ができますよね。ここからさらに1点取りに行くのか無理はしないのか、そのあたりの見極めも必要になりますよね。ユースクアンヌシール、さあシュートレンジだ、抜けシュート、西川止めた。ゴールキックとなります。犬飼から岩尾、ハキミ、このボールに触ります。ミューラースペースを狙う、いいボール入りますよ。ムバッペのボール、こういう形ですよ。クロスを上げる、頭シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。浦和今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。柴戸この試合でアシスト2つ記録しています。ここは繋がりません。さあカウンターのチャンスになります。裏を狙う、このボールをカットします。ここで長いホイッスル、前半終了です。浦和大きくリードして前半を終えています。しっかり追加点を挙げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。浦和レッズ対アルゼンチン、浦和が3対1と2点リードして後半を迎えます。Reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. Kohan desu. Miura. Messi ni wataru. Shuto. Samaru. Koboremasu.ここは守備の対応、秋元、ここ来ましたよ、いいプレッシャーです。隣裏へ届くか、アルゼンチンカウンターを仕掛けます。スルーパス、これを読んでいた、これはコーナーキックです。出るのはもちろんメッシ、このチャンスですよね、いいボール入りますからね。浦和はアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。岩尾からのフィード、ネイマール、メッシ、ここですね、柴戸、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ミューラーカウンターですよ。アルゼンチン先ほどから見ていて前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟で、うん、カウンターを狙ってるんだ。抜けた勝負、ドンナルンマ、いやー、いい反応でしたね、北澤さん。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。危ない場面でしたが、キーパーが立ちはだかります。頭だ、このヘッド、抜くわれませんでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたね。ここは対応します。ここはカットします。これは合いません。スピード上がってきますよ。
ルデルバイレルト。うまいですね。このボールに触ります。伊藤、さあここでカウンター。さあ左サイドへ、ネイマール。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。浦和としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいでしょうね。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。岩尾、さあカウンターを仕掛けます。スルーパスを出す。アバール、このボールをカットします。中折り返し、ヘディング、詰めてきた。これはどうだ、触った、押し込んでくる、ゴール、ゴールと思いきや、いやー、これは審判に助けられましたね。今のゴールは幻となりました。浦和レッズ、メッシからのスルーパスは通りませんでした。裏を狙っていきます。この位置で受ける、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。チャンス、シュート、決めた、アルゼンチン。さあこのボールであと1点というところまで来ました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあアルゼンチン、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ってこともあるかもしれないですよね。おっと、浦和としてはいい形作ったんですけどね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。このパスを受ける、さあアンヌシーリ、いやーキーパー素晴らしい対応でした。アルゼンチンとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。これはクリア、アルゼンチンとしてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点差し上げたいですよね。ここは競り勝ちます。ムバッペ、ポールのここのパス、アルゼンチンとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。ハバール、ここは読んでいました。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。これはファールではありませんでした。さあ一気にカウンター、浦和としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、あとは対面でのミスを待つだけですね。カウンターですよ。ネイマールが受ける、秋元、酒井、笛です。3対2、浦和1点差で勝利、かろうじて勝ちました。さあいかがでしたか。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね。そうですね、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。浦和が3対2、激闘を制しました。